はい、どうも、クレスティエです。はい、どうも、クレスロイです。ここはスー、イェイ。ということでね、はい、今日こちらのお兄さんが、なんでこのメイクをしてるかっていうと、まあ、詳しくはね、前回動画を見てほしいんですけど、うん、まあね、これね、VK メイクってやつなんですよ。いわゆる、この VK バンド業界、なかなか闇が深い。はい、VK バンドっていうのはこういうメイクをしてね、うん、やるバンドマンたちのジャンルのことなんだけど、そうそうそう、まあ、僕たちもね、まあ、VK イベント、VK ライブっていうのにね、まあ、ちょくちょく出てたんですよ。でもそんな中でね、感じ取ったもう闇を皆さんにお伝えしたいなということでね。ただまあこれがね、全員に共通するかというと、うん、そうでもないんで、全員ではない。これはあくまで僕とリオくんの意見として、うん、そうだね、聞いていただければと思います。あくまで一部。はい。VK の闇その1。はい、我々ビジュアル系に限らないんですけど、うん、イベントに出るってことは楽屋があるんですね。うん、そうですね。はい。ビジュアル系の場合、楽屋に入るとまず闇の匂いがします。間違いないね、これは。あの喫煙者の割合半端ない。うん、半端ない。8割ぐらい喫煙してんじゃないかっていう。思う。VK バンドの闇その2。大体ホスト。大体ホストは好きだった。大体ホストは好き。でもね、ホストはね、本当に多い。本当に多い。うん、あのね、僕が知ってる中で、うん、ボーカルのホスト率はね、8割ぐらい。いや、多いね。まあ、8割かどうか分かんないけど、マジで多い。まあね、お客さんの方もね、結構、それに近寄った職業の方、うん。そうだね、水商売の方結構多いかな。そう、あと、うん、僕本当に意外だったのが、うん、介護士とか看護師とか、うん、医療福祉の人もすっげえ多い。あ、多いね。うん、なんだろうね。あともちろん学生もね、学生さんもいる、うん、まあでも圧倒的、圧倒的水商売圧倒的率が、ね、ゴールデンボンバーも歌ってるし、ね、水商売やるそうそうそう。あとね、それで言ったらね、 VK は彼女かなんかっていう想定の人が水商売っていう設定の歌多い、うん、VK 悩みその3。はい、これはね、うん、我々もめちゃくちゃにやりたいです。やりたいですね。請求でございますね。まあこれは悪いのかどうかって話だけど、うん、まあでも異常な請求率の高さであると思う。 VK の闇その4、うん、まあね、巨大掲示板だね。はい、その中の一部、ビジュアル系専用の掲示板、タヌキというものがございます。ございますね。めちゃくちゃ怖いです怖いですね。あの、名前言いませんけど、うん、私もそのバンドでね、うん、それが立ってパーッと書かれたことあります。悪口しかない、ね、だいたい悪口、だいたい悪口、悪口か噂か、うん、そう、だいたい真実じゃないんで。そう、あとバンドマンのホテルとかでも寝顔が晒されてる場所っていう。そうだね。あと闇が深いのが、あの地域ごとに、本当に細かい地域ごとにその日のなんか会ってやりましょうみたいな、そうっていうスレッドがいっぱいある。 VK の闇その5、まあ、先ほどのまあ、タヌキとかに関係してくるんですけど、まあ、タヌキとかそういうとこを通じて、まあ、つながりって呼ばれるね、うんうん、まあ、要するに VK バンドマンと個人的な関係を持つっていう、まあ、つながって何するのかって言ったら、まあね、察してねっていう。そうそう、まあ、察してね。VK の闇その6。はい、ということで、うん、先ほど、まあ、タヌキとかね、うん、つながりとかね、うん、いろいろ言いましたけど、その上位互換がございます。そうですね。それが密と呼ばれるものでございまして、うん、まあ、先ほどのつながりでは、うん、まあ、ただ会ってねなことをするっていう話だったのですが、うん、密となると、うん、まあ、そこに金銭のやり取りが発生しまして、うん、まあ、いくらいくらでいくらで、それで税金を立てていく、うん、そういうことがおります。でもそれだけの収入で全然そんな、そのライブ自体のお客さんがもう20人いかないとかでも月40万もらってますって人とかいるからね。うん、いるね。全部合わせて本当にそれだけで生活してるような、もう言ったらホスト以上にヤバいよね。ヤバい、うん、あのね、人間的に腐ってないからそんなことできない。 VK の闇てっちってVK の闇その7。ビジュアル系にも限らないんですけど、機材、金庫など持ち歩くと思うんですね。うん、うん、そうだね。置き引き、そうね、まあ、金庫っていうのは物販とかでお金なんか売ったりするとちょっと持ち歩いたりするんです。そうで、そうそうそう、持ち歩いたりするんですよ、うん、で、まあ、ちょっと忙しかったりすると物販のテーブルの下とかに置くわけ。そうだね。それがないとか、あれここに機材置いといたじゃんってのがないとか。そう、意外と高いからね。本当舐めちゃダメだよ、うん、だから高いんだよ。そういうものを持ってって売るんだよね、みんな。そう、余裕で何十万とか、もう人によっては全部機材合わせたら100万、もう場合によって200万いってますっていう人もいるからね。う、うん、闇だね。闇だね。これは闇だね。なかなかな闇。VK の闇、その9。
これはね、YouTuber もまあ、あれな話ですけど、はい、まあ、何かっていうと、未成年インコなんですよ。なんか未成年インコって YouTuber とかだとさ、うん、まあ、言っても大学生とかも20代だったりするわけじゃん。うん、そうだね。未成年じゃない側も。うん、でも、これだって結構ね、ニュースにもなったりするけど、普通に40何歳とかの人が、もう16歳とかそんぐらいと、すごい本当に底辺臭いのが、なんか寝かせとかだったりするんだよね、その発覚したのが。そう。そう、そういうところで、ちゃうみたいな。そうだね。バンドマンってなんかさ、寝かせとかなんかすごい嫌なとこで。寝かせ。そうなんだよ。VK バンドマン。闇をこれまで語ってきましたけど、なかなか皆さんも闇の片鱗を感じられたんじゃないでしょうか。はい、ちょっと怖いです私。いろんな意味で怖いです。何のためにか分かんないけど謝っとく。ということでね、ここまでご視聴の皆様誠に申し訳ございませんでした。はい、ということでね、最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタンね、あ、ちょっとダメだなと思ったらもうとりあえずグッドボタン押しとこう。 あとついでにチャンネル登録とかもしとこう。あとね、ベルマークで通知オンにしてね、通知もらってね、私たちの動画全部見てくださいね。 あとね、 LINE ID を教えて、今度飲み行こう。そのままね、ちょっとね、あんなことやそんなことしようね。バイバイ。